ジョン・デビッド・ワシントンは、アメリカ合衆国の元アメリカンフットボール選手、俳優。俳優デンゼル・ワシントンの長男。女優のオリビア・ワシントンは妹。デビッドは、ミドルネームではなく、ジョン・デビッドが、ファーストネーム。ロサンゼルス出身。モアハウス大学に、フットボールの特待生として、学費全額免除で通った後、 NFL のセントルイスラムズとプラクティススクワットとして契約。プロアメリカンフットボール選手として活躍。その後、ラインファイヤー、サクラメントマウンテンライオンズと渡り歩き、2012年までプレーした。9歳の時に、シチデンゼル主演のスパイクリー監督の映画、マルコム X に、早くで出演する。アメリカンフットボール選手を引退後、本格的に俳優業を始め、 2015年からアメリカンフットボールを題材にしたテレビドラマボーラーズボーラーズに出演する。2018年の映画ブラック・クランズマンで主人公ロンスト・ールワース・ケージを演じて注目されゴールデングローブ賞主演団優勝にノミネートされる。2020年のクリストファー・ノーラン監督作品テネット・テネットで主演。高所恐怖症であると述べている。 ありがとうございます。